この辺で失礼しますね。ああ、明後日の公演頑張れよ。なんならあれかな、ある程度クリスマスプレゼント準備しとけって振りでもあるんかな。チャイナタウンとかさ、ハーレム、ハーレムあれか、東海とか行ったらなんかただでなんかくれるとかあるかな。一応行ってみる。おう、誤解任されたフェイさん、てか大丈夫、二人の仲は。あ、王さん、お店の方に戻られてたんですね。これはこれは新庄殿、フェイの体調が優れないので手伝いに来ていたのですよ。言ってないのか、もしかして。いや、子供できてたか言っとったよね。え、フェイさん大丈夫なんですか。大したことはないですよ、少し詰まりがひどいだけで。おお、こればっかりは男にはわからんからな。なんかずっと二日酔いみたいな状態になるとかじゃなかった。確かにしんどいな、それは。ほんと二日酔いの半日ぐらい潰れた時とかもうマジで殺してくれって思うしな。それがずっと続くってなかなか地獄やね。お腹の中にいる新しい家族のことを思えばこれくらい平気です。え、それはもう許されたん、王さんに。フェイさん、ささ、フェイ、薬を処方しましたぞ、これを飲んで少し休みなさい。なんかもう落ち着いた感じがするね。え、反対しとったよね。はい、すいません、おじさま。あ、それじゃあ僕は失礼しますね。フェイさん、お体に気をつけて。あー、なんか買うとかなかったな。漢方薬でもよかった気もするけど。公園行ってもなー。あ、間違えた。おる。イグジットかと思いきや、ウォールが行ってしまったけど、ちょうど、ラチェットが。あら、大学、こんなところで会うなんて珍しいわね。何しとん？ここにも店あるんかな、もしかして。あ、ラチェットさん、お仕事ですか？ええ、打ち合わせをしてきたところよ。あさってのこと？この辺りの企業にクリスマス公演のスポンサーを頼んであってね。ああ、出資してもらってんだ。いつもはいろいろな機関やオーナーの援助を受けているのだけど、今回だけはスポンサーを集めるところから私たちの手だけで作り上げたくて。ラジェットさん、さ、次の会社に行かなくちゃ。またリハーサルでね。選択肢とかないんだ。さてと、ラジェットさんも行っちゃったし、僕も他の場所に行こうっと。せめて一個ぐらい選択肢ちょうだいよ、好感度上がるかどうかの。じゃあ、じゃあ、行くか。え、なんかもう特に、こんなとこにクリスマス、だって明らかになんかスーパー、なんか贈答、食い物あげるのもありなんかな。行ってみる？はい、タイガ、今日はどうしたんだい？何かご入り用かい？あ、わかった。ギフトを探してきた。おー、ある？だったら、これを持ってきな。ハムの詰め合わせ。うちの名物さん。ああ、本当に、贈答用の。ね。まあ、贈るもんといえばハムやからね。日本でも。ハムですか？何を言ってるんだい？ギフトといえばハムだろ？はい、買った買った。そうなの？アメリカでもそうなんかね。はあ、また生活費が大丈夫か。マギーさんの勢いに負けて買っちゃったけど、まあいいか、ハムならみんな好きそうだし。さてと、次の場所に行こう。え、最悪そのハムを自分で食うことになるぞ。あ、地味に待っとるよ。てか他のさ、
あれか、みんなのちゃんとした住んどる場所に行ったらデート誘えるってことなんやよね。おそらく。まあ、地味に狙いやし。てか終わりそうな気もするけどな、あと10分ぐらい残して。まあ、いっか。あ、てかセントラルパーク行くのか、最後。ラリー。どっか行った。え？まだ外で話し合いしとる。ラリー、待ってよ。この角、絶対似合うってば、トナカイにしようとしとる。角？地味に、何してるの？あ、シンジロー、ラリーがひどいんだよ。僕の顔を見ると逃げるの。ラリーにトナカイ役をやってもらおうかと思っただけなのにさ。トナカイ役。ねえ、シンジロー、ラリーを説得するのにいい方法はないかな？デートの話は？いい方法と言われても、人参やろ。これやろ。明日でもよかったかな？僕がトナカイに行って。物で気を引くとか、ご褒美があった方がやる気が出ると思うし。まあ、いつやらそれで解決したもんね。ハーレムでなんか、ラリーがどっか行ったよね、あの時も。ね。うん。なるほど。プレゼント大作戦だね。うん。いいかも。じゃあ、人参とリンゴとハムと、早速買いに行かなくちゃ。まさか今買ったハム使われる？ハム？馬って、ハム食べたっけ？別に食わんことも、食わんのかな？馬って。確かになんか、草とかなんか人参とかのイメージしかないけど。肉って食わないんかね、馬ってそういえば。ところでさ、僕の家まで来てくれたって、ああ、ちゃんと繋がるんだ。あ、明日のこと？それだったら。明日はちょっと。上やね。うん。これで決定かな、ヒロイン。過去作の流れならもう、デート行くってことはやよね。明日はジェミニーに付き合うよ。一緒に遊びに行こう。本当？やった、嬉しい、キャフーンよし、公演の準備頑張っちゃうぞ。それじゃまたね、信じろ。単純でいいね、素直というか。ジェミニー張り切ってるな。僕も頑張らなきゃ。よし、次の場所行こう。2時にセントラルパーク。早めに行っといた方がいいから、あと1箇所ぐらいか。どうしよう。マジでどうしよう。全然、何も思い浮かばん。あ、そうそう、教会、なんかワンチャンタダでくれんかね。クリスマスといえば。なんかあるじゃん。シードサニーサイド。あれ？サニーサじゃないですか。その格好。なんか、会社に行く格好でもないよね。今からパーティー？いやー、今日は大忙しだよ。僕が寄付をしている施設からクリスマスパーティーに誘われてるんだけどさ、こんな事前にやるんだ。何十件もあるんだから、もう、てんてこまない、そんな、クリスマスパーティーのはしごなんてあるんだ。もう、てんてこまいだよ。そんな事前にやるもんなんかね。当日じゃなくて。何十件も？それはすごいですね。お酒とか飲まん感じなんかな。まあ、酒とかも強そうやけどね。そうなんだよ。だから今まではお断りしてたんだけどさ。でも実際に行ってみると結構いいもんだね。初めて行ったんかな。手作りのプレゼントをもらっちゃったりしてさ、思わず感動したよ。さてと、次はキャロルさんのとこだったな。じゃ、タヤ君、またね。キャロル？
今まで出てきたっけ。はい、楽しんできてくださいね。え、教会の、今のが教会、あの中のシスターっぽい人になんかもらえるかなって思ったけど、特にありゃしも行くか、なんなら遅れたらまたなんか怒られる可能性もあるしね。ミッドタウンのまっすぐ行ってここと、みんなおるかな。え、あれ、リハーサルまでまだ時間がある。あ、ちょうどでいいんか。どうしよう、ステージに行って準備でもしてようかな。もう早い方がいいんじゃない。行きましょう。なんなら早く行くことでなんか特別なイベントとかないかな。そうだな、特にすることもないし、ステージに行ってみんなが来るのを待とう。うん、ま、強制的に終わらすことも可能ってことやよね。早く、ちょうどよかったわ。今からリハーサルを始めるところだったの。あ、そうなんですか。ちょうどよかったですね。早く来たんやからなんかちょっと上がっといてよ、好感度。偉いわね、早く来てくれてみたいな。それじゃ、タイヤ君は照明の調整を手伝ってくれる？日中に照明の調整とか可能な？はい、わかりました。それじゃ、みんな、リハーサルを始めるわよ。準備はいいわね。はーい、オッケーです。一枚絵くれるか？ない。練習風景欲しかったな。で、夜まで練習しましたと。このままデートに入ってくだけかな。リハーサルも無事終わったし、明後日は本番か。あっという間だったな。この感じリハーサルでもちゃんとうまくいったっぽいね。明日は久しぶりのお休み、なんだか楽しみだな。そんなブラックな女の子と出かけるなんて士官学校でも教えてもらってないもんな。あーってことはってことはタイヤ君あれか、まあそういう勉強に明け暮れとったわけやね。うわ、緊張してきた。寝れるかな。もうめっちゃ興奮しとるやん。さあ、ついにデート当日ですね。迎えに行くところからかな？ん？むにゃむにゃ、なんか遅刻してそうやけど大丈夫か？あ、てかなんか、うなされとったやったっけ？てか、進次郎裸で寝とるんやね。ん？え？迎えに行けよ、男なら。情けない。てか、どういう状況？何？待ち合わせとかじゃないんだ、とりあえず。進次郎？起きてる？入るよ。え、何？鍵持ってんの？それか鍵ついてないか。あ、すっぽんぽんの進次郎。おお、あの服着てこいよ。買ったやつよ、おい。え、てっきり着てくれもらうと思ってたけど。なんでいつものこれなぁ。おっはろー。なんか最近の VTuber の挨拶っぽいの使うね。えらい先取っとる。むにゃむにゃ。20年前からおっはろー？やるね、桜大戦。ありゃー、まだ寝てる。先に来すぎた説もある？なんかちょっとテンション上がりすぎて。もう起きてみんとわからんわな。でかい。おい、進次郎、朝だよ。いつでもしてくれるんかな？ドキドキ。もう起きた方がいいんじゃない？あ、でも、ちょっとじらした方がワンチャンあったか？目覚めの中。あと、1分だけ、むにゃむにゃ。いける？仕方ないな。1分だけだよ。59、58、57。本当に数えるやつおる。むにゃ？
そろそろ1分。3、2、1。何、目覚め悪い、進次郎。低血糖か。こうだ。おい、おマジで裸よ。わきゃー。お、マジで裸よ。裸なんだ、進次郎。寝るとき。でも、上半身だろ。パンツだけ説もあるな。一応下は履いてる。ほらほら、おっきろー。ジェミニーな、何するんだよ。お前デートやぞ、今日。どういう予定やったん、その待ち合わせの。何も決めてなかったんかな。進次郎が起きないからでしょ。僕が来てあげたの、来てあげたのにさ。いや、エッチ、下か？ワンチャンある？ジェミニのエッチ、下がるか？エッチ？だって、僕、服着てないし。乙女やな。あ、何言ってんの？僕は、その、ただ、すいませんでした。ちょっと照れといてよ。そんなつもりじゃなかったの、僕。あ、もうちょっとノリよく接しとけばよかったか。やらかしたわ。進次郎と一緒に遊びに行けるのが嬉しくて、それで早く来ちゃったっていうか。え？僕、外に出てるね。着替えが終わったら呼んで。まあ、とりあえず、ジェミニーいろいろ悪いことしとるからな。完全に。え、合鍵とか渡しないといろいろおかしいよな。この状況。扉開いとるからな。ジェミニーあの服で着てほしかったな。なんだか、調子が狂うな。ジェミニーのことだから、照れて怒るかと思ったのに。ね、俺もそれ、期待しとったんやけど。もう信じろったらみたいな。さて、着替えも終わったし、ジェミニーを呼ぶか。もぎり服で行くの。ジェミニー、もう入っていいよ。ジェミニーも着替えようぜ。家近いしさ、あの服取りに行こう。えへ、さっきはごめんね。つい調子に乗っちゃって。なんかもう付き合いたて感あるな。いいんだ。僕も言い過ぎたし。あのさ、朝ごはんの用意したんだけど、肉？焼いてきたん？僕のアパートに食べに行こう。おー、着替えるチャンスやないけ。行くよ。ありがとう。イチャイチャガス勝手に上がっていく。もうプラスになった。さっきの下がった分。へへ、それじゃ、一緒に行こうか。なんか腕でも組んでいきそうなレベルやん。バレてしまうぞ。ここのご近所さんたちに。もしかして、ラリーも行く？馬。進次郎はいつものでいいんでしょ？厚切りトーストにハムステーキ。コーヒーは薄めのミルク多め。いつものってどういうこと？もうそんな通い慣れとるん、ここに。ありがとう。トーストにはバターもたっぷりお願いね。もう、同性レベルのことしとるやん。オッケー。今日は、どこに遊びに行こうかな。テキサス行こうぜ。ジェミニとだから、活動写真を見に行くより、体を動かして遊ぶ方が。言うてそんな施設、普段のね、フリードで、ないもん、な、ないよね。ん？これはジェミニの日記？ページが開けっぱなしじゃないか。なんか書いてあるかな？あそこに行きたいとか。こんな遅いやつ読んだらダメなやつやん。めちゃくちゃ遅いし、そして。やっと折り返し。読んだら 100% 下がるから。このままジェミニが登場して、ああ、進次郎、何見ようとしてんのからのちょっと、行きたいとこ情報を知りたいかな。
まあ、下がることはないやろ。いやいや、やっぱり日記を読むのは日本男子として許されないな。きちんと閉じて、と、ん？今日のことが書いてはお見とるやないけ。何やったさっきの遅選択肢。これ、日記じゃないのか？どういうことだ？今日のこと？あ、未来日記的なことが書いてあるってこと？ね、昔、あった番組というか、桜坂のね、あの曲が出た番組？未来日記書いてんのか？は？セントラルパークの池で、ボートに乗るの。マジで未来日記やん。うん。他のボートにぶつかって。はぁ、あ。よろけた二人は、なんて。キスですか？この通りやるしかねえな。あそこか。ウォール、ん？なんて名前だっけ？あれ、もう出てこん。まあ、スバルン住んどるあのホテルのこと言ってんのかな、これ。二人で乾杯して、僕、酔っちゃったみたい。はぁ、あ。僕が行っちゃったりするの。未成年やよな、おそらく。あんまりその辺はアメリカこの時代は緩いんかな？ダメだ。ああ。ですよね。いくつぐらいやろう。ちょっと前というか、桜大戦5始めるときにちょっと調べたんやけど、ラチェットの21しか覚えてねえな。まあ、おそらくこの辺のメインヒロインはもう16、7あたりでしょう。おそらく。うん、いい感じになって、そのままお泊まりする。はあ、えらいことだ。おお、なかなかの表情しとるな。ニューヨークの夜景を見ながら、初めての。え、もうそこまで覚悟してんの？もうそうするしかないやん。ぜひぜひに。なでた。こう言ってんのか。なしてなして。これは。今日の予定表？未来を書いた日記。もう台本ですね。完全に。ああ、大丈夫か？お待たせ。朝ごはんができたよ。わひゃもうわひゃってなんか言うの恥ずかしいんやけど。ん？どうしたの？そんなに慌てて。バレんなよ。いや、なんでもないよ。それじゃあさ、朝ごはん食べちゃおうよ。今日のも美味しいよ。そうだね。うん、いただきます。あ、バレんかったね。じゃあ、うん、セントラルパーク行って、ボートしばきましょうか。ボートに乗って、うん、言うやないけ。自分でこのままナビしてくれたらナビ通りにやればいいんかな。なんだか夢みたい。あ、もう決定されとる。憧れてたんだ。もう説明済み。信次郎には勝手に上がっていく。勝手に上がっていく。本当に思ってくれてる。何の選択肢もないのに勝手に2段階以上上がっていく。うん、あ、もうそういうことでいいの？そういうことでいいんすか？ヒロイン決定どころかもう、両思い？あのさ、信次郎。僕、夜景の綺麗なところに。まだ朝やろ？いろいろ昼飯、縛いた後ぐらいに言ってよ、それは。ね、いいでしょ。全部言う。スタートから。ジミニー、選択肢来るな。来ない。ん？なあ、あいつやないっけ。いいところに。え、誰やったっけ。一つも名前出てこん。
いえ、1話 ?2 話以来やもんな。なんか事件か？はぁ？こっち来てくれ、こっち。ちょっと困ってるんだ。なんか、あれか？なんかもう、やから同士の構想みたいな始まるか？あの、僕たちこれから。そう。言うてもまだ午前中やから、まあ、午前中ぐらいなら。ここは？何？紙芝居制ってか？人形劇をやるんだよ。人形劇なんで？何があったん？ハーレムで。人形劇？アメリカでもさ、アメリカはそういうの、なんかな？日本では紙芝居って感じやけど、アメリカは人形劇なんかな？ボランティアで公園に来た子供たちに人形劇を見せてるんだけど。あの手袋的なもんではめて、何、親指と小指が手みたいな、あれかな、人形劇。今日に限ってバーバラもジンジンも仕事が抜け出せなかったじゃん。やめとけ。じゃあ今日は中止よ、そんなもん。だって台本とかさ、助けると思って手伝ってくれ。練習とか必要でしょ、そんなある程度やるんやったらさ。なんで乗り気な。僕はいいよ。なんだか楽しそうだしさ。ジェミニがいいんならいいよ。じゃあ、それに子供たちは人形劇を楽しみにしてるんでしょ。うん、だったら裏切っちゃダメだよ。こんな即興でやれるもんなんかね。完全に女優やん、ジェミニ。でも進次郎の方が楽しみにしとるんかも。夜のこと、もう夜さえあればいいやん、もはや。ディナーとその後ね。ね、新次郎もいいでしょ。もうジェミニがいいんやったら俺はいいよ。ちょっと真ん中やな。上相当エロいこと言っとった。わかった。僕も手伝うよ。面白そうだしさ。うん、そうだね。うん、こういうのも楽しい、ね。ギャンギャン上がってっけど、なんか戦闘パートどうなる？もう ステータスマックスかな、これ。そいつは助かった。めちゃめちゃ上がっとるぞ。よろしく頼むぜ、お二人さん。うん、僕たちにドーンと任せて。なんか時間制限系で来るかな。ジェミニさんと進次郎はお姫様と王子様の役をお願いするよ。ほう、あ、なんか最後キスでもしそうやな。じゃあ台本は置いとくんで読みながらやってくれな。あー、そういうアニメのアテレコみたいな感じでやれるのか。シアター仕込みの演技期待しててね。ただ人形の操作的なもんが必要やからさ、そこ大事じゃない？結構。お、人形。あれ、お助け。まあ、それかこの感じならあれか、なんか木の棒になんか人形の絵だけ貼っついとるパターンかな。小学校の時によくやった気がする。うまいね、ジェミニー。嫌ですわ。ナレーションな。どうなりますか。お前ナレーションな。休憩。あ、結構数おる拍手やった。トミー賞。ああ、よかったと思うよ。なかなか上手だったよ。人形劇って結構楽しいね。うん。単純やな、ジェミニは。まあ、ここがいいとこではあるか。素直というか。俺たちも初めはバカにしてたんだけどさ。うん。なんだろう、俺もやってみたいかも。結構この、ね、ゲーム実況の、あの、アテレコ。結構それっぽく、やってるつもりなんですけど。実際なんか人に見てもらいたい感じもあるかも。やってみると楽しいんだよ。そういう人形劇で。今じゃここの子供たちともマブダチだからな。なんか台本あるものをやってみたいかな。そうなんですか。確かに一度やったらやめられそうにないですね。そろそろ第二幕でしょ。準備しよう。ノリノリやん、もう。あ、そうだね。それじゃカルロさん。
司会お願いしますね。カルロスね、やっと名前呼んでくれたわ。そして王子は悪い竜を倒し、うん、姫を助けたのでありました。え、もうクライマックスやん。おる。あー、やっぱ手はめるタイプか。あー、王子様ね、悪い竜から助けていただき太い手が見えとる。なんとお礼を言ってよいのやら。うん、いえいえ、当然のことをしたまでですよ、カンナ。王子様、あなたこそは運命の人。キスでもして終わりかな。もしよろしければ私と結婚してください。そっちからジェミニといい、なんか積極的やな。これがアメリカンスタイルなんかな。ああ、美しい姫よ、私は国を追われた身、それでもよろしいのでしょうか。犯罪者。ああ、王子って言っとったな。何したん。王子で国を追われるってなかなかやけど。え、やばくない。この結婚がなんか後のなんか戦争で発生させる原因になりそうやけど。キスか。ああ、は、うわ、どうしたの進次郎。なんか見つめ合っとるけど、どうする、ここでする。ごめん、つまずいちゃって。そのあ、もう辛抱たまらんてか。おお、上も下もやったったらいいんじゃない。ジェミニー、その次のセリフは、お姫様と王子様のキスですよね。だよね、そう来るよな、こうなったら。うん、続けないとね。この下の会話なんなの。恥ずかしいって。もう女子側の方が積極的なんやから、もうジェミニ側からブチュッと行きゃいいんじゃないの。これそれはロマンチックさに欠けるか。何、もうする寸前か。何パワー、ジェミニにキス、これやろ。ここはやっぱり日記にあった通りにロマンチックなキスを。早くないか、真っ昼間やけど。ジェミニー、シンジロー、いける。セリフと違うよ、そこは姫とじゃないか。え、もうしたんだ。だけど僕辛抱たまらん。正解正解。キスしてようぜ。あ、もうフリーズしとる。姫と王子は幸せに暮らしましたとさ。あ、もう閉めたのか、カルロスが。はい、おしまい、おしまい、解散。で、あの中ではもう、もう進次郎何言ってんの。あ、しただってつい暴走しとるよ。おお、本気かどうかわかんないじゃないか。まあ、そうね、台本の可能性があるからな。でも台本はお互い見とるしね。あ、あの、これは、あ、カルロスに怒られるんか。おいっつって、信じろスケベーが。ああ、あ、いた。な、何するんですか。せっかくの人形劇を台無しにしやがって。待てこら。上も下もやっときゃよかったのに。わひゃ、ごめんなさい。ロマンチックなキスはまだまだ先みたいだね。ちゃんちゃん。ちょっと安心しちゃった。ここでフェードアウトしてもいいな。もう次回ここ行こうぜ。めちゃくちゃ怒られとるよ。
わ、いや、だから、ごめんなさいです。で、よ、え？いや、ホテルわい。めっちゃ期待して安定してたと思ったら普通にセーブでしたね。あの後そう、昼間の続きね、みたいな感じで始めたらよかったのに、くっそ。